エドマンド・ゴー・ユー,オー・オエドマンド・ゴー・ユー・オーは、エドマンド二世の生涯を扱った、作者未章のエリザベス超演劇の儀曲。少なくとも三人の評論家が、ウィリアム・シェイクスピアの初期の作品だと示唆している。エドマンド・ゴー・ユー・オーは執筆された当時には、出版されなかった。テキストのユニークな写しが、大英博物館の MS、エジャートン1994の中に現存している。 E.B. エベリットとエリック・サムスは、エドマンド・ゴー・ユー・オーはおそらく、シェイクスピアの最初の戯曲であると主張している。サムスによると、エドマンド・ゴー・ユー・オーには、オックスフォード英語辞典がシェイクスピアによって、最初に使われたとする260の語、または使い方が含まれている上に、シェイクスピアの珍しい語が6 3 5語あり、そのうち300はかなり珍しいものだという。しかし、 多くのシェイクスピア研究家はこの説に同意していない。クヌーズ王はエドマンド2世率いるイングランド軍の反乱に遭う。知らない間に両軍は正面衝突する。裏切り者の貴族エドレカスは王冠を狙っている。ありがとうございます。